はい、こんにちは、山亮と申します。さあ今日はね、何をやっていこうかというと、まあ食レポなんですけどね、どうしようかな。これ四日市で買ったんでね、4粒であげようかなとも思ったんですけど、ちょっといろいろと、事情を加味した結果、ちょっとメインチャンネルの方でね紹介させてもらおうと思います。では何なんやというとですね、皆さんこんな曲聞いたことありませんか？なんかパンカ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 パンパカパンカパンパンタッタタッタタンタッタタッタタッタタンタッタタッタタン、こんなイントロから始まって、ロバのおじさんチンタラホイチンタラホイとやってくる、アンパン食パンチョコレートパンにジャムパンも何でもありますチンタラホイって、なんか歌詞がねはっきりと、すいません思い出せないんですけど、今さっき聞いてきたんですけどね、そうこんな感じのね音を流しながら、いわゆるあの出前夜泣きラーメンみたいな感じでね、まあ昼間ですけどね、昼間にパン屋さんが移動式のね車で、ぐーってね動いていくパン屋さんがあって、で、ゆっくりはね、走っとるんで、それをね、止めるとね、おじちゃーんって止めるとね、はいよって言って、その場でね、パカって後ろを開いてもらうと、いろんなパンがずらっと入ってますよっていうね、ロバのパンって、うちらは呼んでましたけどね、まあ、ロバのパンが一応正式名称らしいです。で、ただね、私がちっちゃい頃はよく見かけたんですよ。で、最後に見かけたのは、どうだったかな、昔住んでたところはよく来てたの。で、昔住んでたところは定期的によく来とって、で、その後、こっちに、常盤の方に越してきたんですけどね。で、昔はあっちですわ、いわゆる山手の方、あっちの方に住んどったんやけど、そっから大谷台山手の方から、常盤に越してきた時に、しばらく見かけやなと思ったら、中学か高校ぐらいの時に、ふと見かけてね、懐かしくてね、買ったなっていう思い出があります。そんなようなやつなんですけど、ですからあの昔ね、小学生とか遊んでた頃によく買ってた思い出の品でね、でも全然もう見なくなったなと思ってたんですけどね、なんと近鉄四日市駅で期間限定で、今出てるらしいです。これだけ先に多分アップロードしてると思うんですけど、ただね、5月の6日と7日だけなんで、多分これアップロードがかかったとしても早くて7日なんで、もしかしたらもうね、ちょっと間に合わんよっていうことになるかもしれません。まあ、取り急ぎですんで、あの、モバイルの方でね、あの、一応、あの、許可はね、あの、取らせてもらってね、ちょっとあの、YouTube で紹介させていただきたいんですけど、っていう、ね、話をね、して、あの、快諾いただきましたんで、モバイルの、ね、ショート用の動画にしたつもりなんですけど、多分1分超えてるはずなんで、あのフルコーラスね、どうしてもロバのパンのフルコーラス入れてなかったんで、多分1分超えてるのでショート動画にはなってないと思うんですけどね、出しときましたので、それでまあね、気になる方は見ていただけたらと思ったんですけど、でとりあえずこっちの方ではですんで、解説とかね、ちょっといろいろ食べながら食レポをしながらね、やっていこうと思ったんで、そうするとね、その4つ目の方であげてもらえなんで、まあメインチャンネルでね、多分これね、いろいろとそのお店の方とね、情報をヒアリングしたら、あの、要は、東海、岐阜と三重、どういうわけか、岐阜と三重では、結構メジャーとして知られてた、みたいでございます。というか、岐阜がメインだったらしいんですけどね。そのあたりでは話もしながら食べていこうと思いますんで、早速そのロバのパンっていうのをね、見ていこうと思います。美味しい召し上がり方はね、レンジで30秒チンするといいらしい。へー、そうなんだ。闇ロバのパン工房っていうのはね、あっちの方、岐阜市の方にあってね、あの、ほんと金華山から結構近くのところですね、岐阜競輪とかがあるところの、どっちかっていうと、北側の方らへんかな、うん、この地図だとそうだね、の方の、ちょっとね、一分奥まったところにあるらしいんですけどね、で、今は各種、いや、出店とかもしてるらしいんですけど、まあいや、ごたくは置いといて、早く食べたいんだ、私は。ということでね、褒めへんがごたく喋ってんだろうってね、ツッコミがね、出してみてくださいね。で、いろいろ買ってきたんですよ。あのね、もうロバのパンを知ってる人なら、あ、そうそうそう、このパンってね、すぐ、思い浮かべると思うんですけど、一般の方から見たら、何このパンって思うと思うんですよ。これ抹茶。これは何だったっけな、これチーズ入りだったかな、うん、とかなんですけど、いわゆる、皆さんが思い浮かべる菓子パンの一般的なイメージ、全部捨ててくださいよ。ロバのパンってのはこういうものなんです。
で、これはあんかな、あんですね、うん、あんで、これはチョコかな、食べたらわかるんでね、あれなんですけどね、カスタードかな、これカスタードかもしれない、こんな感じでね、いろんな色が入ってますけどね、こんな感じで色分けがされとってね、実際にはあの車の後ろにこの色のパンがいろんな棚にねポンポンポンって入っとって、あ、じゃあ抹茶くださいって言うと、これ抹茶、はい、こんな感じで出てきたりする、感じで出てきます。ですからパンというか蒸しパンなんでしょうね、うん、という感じでございます。こんなパンがあるんです。また後で商品あの詳しく写しますけどね、向こうの机、隣の部屋の方で。とにかくねこれがね美味しい、うん。ちなみにね、保存料不要らしいですよ。あ、いい、そういうの後でやるか。とりあえずね、30秒ぐらいチンしたらね、美味しくいただけるらしいんでね、パッとチンしてね、早速隣で食べていこうと思いますよ。さあ、ということで温めてきましたけどね、なんか牛さんがいますけど、あまり気にしないでください。この動画は後日アップロードがかかりますんでね。で、アップロードかかった人はお気づきください。これ収録が逆転してるだけで、あ、先にあいつ食ったんやなと。まあまあ、これを見たら大体皆さんもう想像がつくと思いますけどね。これ予告、次回予告ということでね。今日はこれね、食べきってきますよということでね。もうちょっと夜も遅いんでね、飲み物もね、ちょっとハイボールに変えてね、ちょっといただいていこうと思います。いやー、久しぶりだなー、ロパロパ。まずは、一番よく食べたな、あんこ。これ確かあんこだったと思いますんで、これからいただいていきましょう。まあ、ほんと、30秒温めるといい感じですね。で、こんな感じでね、ふわっとしてる、本当に、あの、いわゆる、蒸しパンですよね。そうそう。で、この下が、タルトになっとって、多分こっからこう、ね、入れてあった生地がこう、蒸すとふわーっと上に浮いてくるんでしょうね。で、こういう独特の形で。で、それぞれ生地にもう色が練り込んである感じでございますので、こいつは白の一番シンプルなやつ。これがあんこだったはずです。ではね、早速いただこうと思います。いただきます。ああ、これ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 。ああ、おいしい。ああ、おいしいな。まだね、下のあんのところには来てないんで、生地の味だけですけどね。なんでしょうね、この独特なんでしょうね、この生地の感じ。お菓子でもないし、で、パンなのかって言われたらパンという感じもしないし、本当にね、独特のところなんですよね、これ。あー、美味しい。緑茶に入るとなかなか食べにくいな。上のところからね、うん、ポタポ、うん、こんな感じで、あんこだよな。あ、これチョコか。ね、あるんで、ここを食べると一気に味がね、してくるわけでございます。あんこあんこ。うん。あー、美味しい。うん、粒あんですね。美味しい。こんな感じでね、お菓子の、なんて言ったらいいんでしたっけ。よく洋菓子屋さんで売ってるような、あの、やったらじゃマドレーヌ。ね、そう、マドレーヌを食べた後みたいな感じでね、こんな感じで最後に、薄皮というかね、外に敷いてある下敷きのやつが、なんかこれは紙なんでね、食べれませんからね。いやー、美味しいな。いいですね。次何行こうかな。次何、これ何なんだっけな、チップだったかな。ちょっと食べ応え合いそうな感じのやつ。これも初めて食べるんじゃないかなね。なんか、生地の中になんかいろいろ入ってますね。さっきのは底のところにね、あのパンの底のところにあんが、詰まってる感じでしたけど、大体あのパターンのはずなのに、これはなんか生地の中になんか入ってますね。蓋に多分チーズだと思うんだけどな。ちょっと食べてみましょうね。よいしょ。いただきます。うん。うん、やっぱチーズですね。そうだそうだ、チーズだ。うん、美味しい。そう、いろんなパターンがあるんですよね。そのお菓子系、甘い系だけじゃなくてね。うん、またこの生地独特でね、なんなんでしょうね。他で食べたことないんだよな、この感じ。マドレーヌと蒸しパンと鮭まんじゅうと何かを足して割ったような味です。
何かって何やねんいやでもねこれ他に表現の仕方ないんだよな。ぜひあのドマンのパン知ってる方がねいらっしゃったらねぜひいろいろとそのあたりねコメントでなんか教えていただければと思うんですけど、一応ねこっちの方で調べたね情報だと、このロバのパンっていうのはもともと岐阜発祥らしいですね。で三重とかの方にもいやフランチャイズみたいな感じで、それこそあのいわゆる移動販売のあのよくやってるねやつあるじゃないですか。移動販売で車でね売ったりするやつあるんだ。大体フランチャイズだったりね歩合契約やったりとかそういうのがあるんですけど、まあ、そういった感じで FC 展開をしてたらしいです。で三重県も多い時はねいろんなところで配ってたらしいんですけど、最後の方はあのやってられた方が高齢でね、ちょっともう亡くなられて最後終わってしまったと。それがね10年ぐらい前の話らしいです。ですからね、そっか、10年前だったら、そっか、それで私になんとなくね、記憶にあるわけでございますね。そうですよね。もうだいぶね、ご高齢でしたもんね、ということで。うん。で、それ以来、こっちの方はね、結局、名店でフランチャイズ展開してるところが、なくなっちゃったんで、今は、そのオーバーのパンとして、車で移動販売をやってるところは、三重県にはないらしいです。で、代わりに、岐阜に本部があるんですけど、こういった催事物とかそういったような形で営業を、しに来ることがあるんですよということなんでね、またね、よかったらね、ちょっとコンタクト取って、四日市とか、まあ、そういう、四日市じゃなくてもね、この三重県北中線、うちのところですと、一応真っ盛から来たね、まあ、大台町とかにイベント行くことだったら、まあ、全然言ってもらったら、あれ、対応でね、やります。あの、行くらしいですよっていうね、情報発信はね、こっちでもしてきますしね。まあね、四日とか桑名とか鈴鹿のあたりでさ、ガンガンね、強いはずです。うちのチャンネルは強いと言い張ってますからね。そうそう。ね、そのあたりはね、またちょっといろんな情報発信できたらなと思っております。なかなかね、私もね、たまたまなんですよね。もう先にね、あの、今、まさかのやつが映ってたんで、もう分かってると思いますけど、これまさか行った会議なんですよ。この後上げる動画で真っ坂の動画を上げるんですけど、それはね、JR で行って帰ってきてたんで、この、売ってたところに寄ってないです。で、これ売ってたのは近鉄の駅のね、構内、ファミマの横にね、ちょっとした催事コーナーみたいなのがあって、要は期間限定でね、2日間限定とか1週間限定とかで、なんか、食べ物屋さんが入って、まあ、テイクアウト専門のね、食べ物屋さんが入って、売ってることがあるんですよ。メロンパン売っとったりとかね、よくやってるんですけど、湯野山温泉側のところですわ。湯野山温泉を降りたところ。ね、そう。今の駅の構図になってからよくそこでちょい物を売ってたんですけど、そこのところにね、こんな感じで不適で来るらしいんで、まだロバのパンもね、どんどん、個人的に好きなんで、むしろあの教えてもらうと私買いに行きますんでね。なかなかね、あの、平日だけだとね、今日ね、たまたま、うちはカレンダーが休みなんでね、行けたんですけど、なかなか平日だと、うちのところだとね、終わってからだと、近鉄四日市駅に行けるって言ったら7時は回ると思いますんでね。そうするとなかなかね、うまいこと買えるかどうか、あれなんですけど。あれも美味しい。そう、移動販売っていうのもね、なかなか今大変だしね。あの、屋台とかそういったものに対する、あの、食品衛生とかのところも厳しくなってる。そういうのもあるんですけど、その厳しくなるっていうのは、役所の目も厳しくなるっていうのもありますし、世間の目がね、やはり、ちゃんとした店舗で買ったやつでないとみたいなね。ですから、なかなか屋台文化いいじゃんっていう声もね、ある反面で、やはり屋台だとねっていう方も根強くね、やはりいるというのも事実でございますということなんですよね。でね、あとはね、なかなか難しいのが、今ね、この手の移動販売でも、それこそカーキッチンみたいな感じで、一定の場所に固定させる、ね、販売方法のやつは、比較的今伸びてきてるところがあるんですよね。っていうのは、今までは、あの、いわゆる情報発信の仕方っていうのが限られておって、変な話、その街のところまで行って、音を鳴らすね、あの、
ね、ロバのおじさんチンタラホイとかね、あとあの豆腐屋さんの音とかね、タラララララチャラララララとかって、ね、こう、これ豆腐屋さんじゃない、これラーメンだ、ね、あの音を流すことによって情報発信を、物理的な情報発信をするわけですね。そうすると家によってもあチャラララララと聞こえてきたら夜泣きそばがやってきたなと分かるという次第だったんですけど、今これがいわゆる、騒音問題とかね、そういうのが非常にうるさくなっておるっていうのが一つ目の問題であるのと、もう一つ、家の防音性がね、あの優れてきてるんで、音を鳴らしてもなかなか気づいてもらえない、ね、っていうような、ところとかもあって、なかなかそれだけでは、広まらないということなんで、にもね、そう。で、逆にその、SNS の発信とかが今は流行になってるんで、ここで今日は売ってますよとかって言って、Facebook とかインスタとかがね、やっぱ今強いらしいです。特に料理の食材のね、写真とか載っけて発信ができるんで、インスタがこの手のやつは非常に人気あるらしいですけど、TikTok とかも結構そういうので有効的らしいんですよね。うん。で、そういったものを使って発信したら、あ、今日ここに来てるんじゃ、じゃあ近くに寄れるから行こうって言って集まってきてもらった方のが、結局集客力メリットとかが高くなっちゃってるところがあるんですよね。ですからロバのパンさんみたいに音を鳴らしてこう行く、昔ながらのスタイルっていうのは、なかなか、移動販売の中でも、厳しい、ところはあるみたいです。これはロバのパンの人から聞いたわけじゃなくて、私が外食産業を勤めとった時にいろいろと、マーケティングしとった時の話ですけどね。うん。よく時給900円でここまでやっとったよね。ね。手取り12万とか11万でね、これぐらいの調査やってたんですからね。うん。しかもちゃんとあれですよ、現場で働きながらですからね。ですから変な話、視聴者とかなんてそんなタイムカードをした後家に帰ってからですよね、うん、なんならフードビズとかあの辺りの業界専門誌月4000円ぐらい買ってましたからね自腹でうん、よくやってたね、非正規のただのバイトだったのに挙句の果てにそれで正社員になれませんでしたからねまあまあ今となっては話ですけど、うん。そして気がついた、意外と一個ずつボリュームあるわな、あれこんなボリューム、そっか、弁当一個食ってるからなそっか、モータル弁当一個食ってるからな、そっかそっかそっか、それでもともとお腹が入ってますもんね、弁当一個分、うん、チーズあれですね、酒に合う、私もそれですよ、最後にこれ食べとった時はうん、まあ違うね、高校生か中学生ぐらいでしたからね。さあチーズ入りも美味しくいただいたところで、次どうするかですね。これ抹茶なの分かってる、これなんだっけな、カスタードだと思うんだけどな、締め抹茶に取っておきましょうか、口の中さっぱりしますね、抹茶だと。で一応カスタードだったと思いますけど、いってみましょう。生地に練り込んであるタイプかな、ああいや、そこにカスタードっぽいのあるな、うん、やっぱカスタードだ。よし、いただきましょう、いただきましょう。いいですね、この崩していく感じ。上の部分がね、ふわっとするんですけど、中の方はね、結構もちもちしてるんですね。おいしい。クリームが出てきた。こんな感じでね、中にクリーム入ってますね。あ、濃厚だぞ、このクリーム。じゃあ、パンに、このクリーム、あ、いいですね。クリームをちょっとかすめてね、舐めさせていただきました。あ、これそれがうまっ、うわうまっ。カスタードもすごくいい具合に、多分蒸す時なんでしょうね、蒸す前に多分中に入れてるんでしょうね。それの兼ね合いか、水気がね程よく抜けてましてね、濃厚な感じにより、仕上がってますよ。ロバのパン自体は相当昔からあるみたいですかね。驚いたことに3個食ったら結構膨れてきましてね、まあ多分それは、このモータロー弁当の、食べたっていうのもあると思うんですけどね。でね、私ここに来てどうしようかなと思ったんですよね。いいことに気づいちゃいました。これ消費期限5月7日ってなってるから、今日5月6日なんで、あ、明日まで大丈夫なんだ。でちょっと明日の朝ごはんにいただきましょう。
ちょっとね、膨れてきましたんでね、今日これぐらいで止めさせてもらって、明日また食べてね、うまいこと編集して、もうバレないように編集しときますんで。はい、おはようございます。ということでね、残りのね、抹茶パンもね、食べていこうと思いますよ。抹茶パンはあれですね、ちょっと生地に練り込んであるんですね。ね、こんな感じなんだ。ね、はい、いただいていきましょう。やっぱ温めてほしいな。うん。あれですね、生地の中にも抹茶が練り込んであるのかな。すごく全体的にふわっとした抹茶の風味がしますね。はい、ということでね、美味しくいただきました。4種類目のね、抹茶も完食ということでね。なんかいい朝ごはんですね。ちなみにこれね、あの、セコマの、なんかね、紅茶がね、あそこで売ってたの。途中で買った、ベルマークさんね。そうそうそう。キオスクで売っとったもんで、あ、セコマのやつや、こんなんあるんやと思って買ってみたら美味しいですね。甘さも。まあまあ、ちょっと、甘めは甘めですけどね。うん。うん、朝にはいいね。パンとね、この、ちょっと甘さのやつで糖分をね、補充して、頭の回転をさせてって感じでね、普段ね、あんまり朝飯を食べないんですけどね、まあこういうのもやっぱいいなということでね、なんていう、久しぶりに食べたんでね、私も思い出しながらでしたけどね、本当にね、やっぱりね、独特なんかで、他にね、どんなやつに近いのって言われたんで、本当にね、表現に困るやつでね、うん、まあ蒸しパンって言えば蒸しパンなんですけど、いや、本当に蒸しパンと、マーマレードでしたっけ？なんかこの手のお菓子ありますよね。こういったのに入った。なんかね、それのね、アイヌコみたいなね、感じのやつでね。本当種類によってね、なんか、チーズ系はね、なんかガッツリ食うぞっていう感じがありますし、あんことかこういった、カスタードとかのやつだとね、すごくデザート感も出してきますしね。これはね、やっぱし、すごいなと。ね、思うところでございます。もし皆さんもね、見かけたらね、ロバのパン、音楽が流れるのでね、非常に特徴的でございますので、ね、ロバのパンの音楽ね、多分 YouTube 探せば出てくるんじゃないかな。ね、それね、聞いてもらったら、買ってもらってもいいですし、あとはね、昭和村さん、昔昭和村さんだったところ、またちょっと概要欄に入れておきますけど、のところで、常駐販売してるらしいんでね、よかったらぜひね、最近なんやかんや言ってこの岐阜、お届けしますけど、これ前も岐阜市ね、加賀島工房さんね、おっしんじがね、行ったりとかもしましたし、ね、みずほ市も行きましたし、ということで、なんかだんだんと岐阜市に、岐阜にね、ゆかりのあるチャンネルとなりつつありますが、またよかったらね、まあそっちの方もね、まあもともとね、うちもね、岐阜じゃなくて関なんですけどね。もともとはね、うちもね、実は、私の生まれじゃないですけどね、祖父の生まれが、関ってことで、何回かね、よく関の方もね、行ってましたんでね、そっちの方の特集なんかもね、なんかできたらなと企画しておりますのでね、よろしければまたね、メインチャンネルともどもね、チャンネル登録をね、いただいたりとかで、あといろいろね、情報ね、コメントでいただきましたら、ツイッターとかでもね、なんかいろんな情報いただきましたらね、まあ、比較的フットワーク軽く行けますんで、まあ、普段仕事してますんでね、なかなか平日のやつだと難しいですけどっていうところはありますけど、やってますんで、よかったらね、ぜひお願いします。あとはまた、雑談とかもね、今後またやってきますんでね、サブチャンネルとかいろいろ、概要欄にありますんでね、ご登録いただければと思います。ということで、今日はごちそうさまでした。ということで、以上でこの動画を締めさせていただこうと思います。牛さんが気になるかもしれませんけど、これは次回ですんでね、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。